はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。今日は急遽ちょっと動画を撮ろうと思いまして、なぜかというとこのゲリライベントが来たからです。消費スタミナ2分の1ですね。これは激アツです、はっきり言って。なのでちょっと早く皆さんにちょっと伝えたいなと思いまして動画を撮りました。で、これはですね、まあ、いわゆる、まあ、その4デジのごとく、消費スタミナ2分の1で、プラス今ですね、1.8 倍なんですよ、経験値が。1.8 倍なので、効率よく育成ができるというところですね。で、僕的にはおすすめしたいのは、V ロード。今、V ロードの周回をおすすめしたいです。で、なおかつ V ロードの星8ですね。これ負けてもいいので、この V ロード星8の周回をおすすめしたいと思います。で、なおかつ、自分の育てたい選手プラス C ランク、 B ランク、そこの選手を中心に入れて V ロードを周回することをおすすめします。負けてもいいと思ってる人はその育成方法で育成していって、最終的にレベルアップのストック経験値に交換と。まあ、今後ですね、ちょっと育成についての解説動画ももう近日公開しますので、今ちょっと動画編集中ですので、そちらの方もアップしていきますので、よろしくお願いします。でも今回はちょっとびっくりして、急遽すぎて、もうこの消費スタミナは2分の1がですね。なので、これはぜひ皆さんにお伝えしたいなと思って動画にしました。で、もう早く、これを見た皆さんは早くもう回ってほしいなと思います。で、エナジーは、もうある限り、もう突っ込んでいいと思います。もう突っ込んで回ってもらっていいと思います。で、エミッションでももらえますからね。なので、まあ、自チームでデイリーミッションをクリアしつつ、あとは、まあ、自操作ではなく、もう自動操作で進めることをお勧めします。とにかくガンガン回して、選手を育成しちゃいましょうというチャンスです。で、やっぱり期間があるんですよね。期間が明日の2時59分までなんですよ。なので、明日お仕事とか学校が休みの方は、もうガツガツ回ってもらっていいと思うんで、もうエナジーある限り、もう今のうちに選手を育成しちゃいましょう。で、あと特訓の餌を育てたい人もガンガン育てちゃいましょう。で、一応まあある程度リーグで、リーグじゃない、V ロードで勝てるオーダーを組んでる方はもうぜひ勝っちゃって、V ロードの終了報酬も、もらっていきながら、まあエナジーが少なくて10個、多くて50から100もらえるので、そこで、もうもらっていって、もうそれこそ、もうすぐに周回に回してもらうといいかなと思います。とにかくエナジーが半分しか消費されないうちは、もう V ロードを回りましょうと。そこは僕がお勧めしたいところです。特殊能力はこの前、ね、試練大解放の時に回られたと思うので、今回はもう V ロードガツガツ回っちゃった方がいいと思います。まあ、もちろん、ホームランダービーの、消費スタミナ、ホームランコスト、こちらの方にも注意しながら、フロースピを楽しんでいただけたら、育成を楽しんでいただけたらなと思うので、ちょ、今回急遽、この動画を作成させていただきました。という感じで、今回は終わりたい、簡単でありますが、終わりたいと思います。育成の動画ですね。そちらの方もすぐアップします。なので、お楽しみにお待ちください。以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。